皆さんこんばんは。私は現在銀座駅から東京の梶橋駐車場、東京駅にある梶橋駐車場に向かっています。今から夜行バスでね、京都まで行くんですけれども、もうあまりにも時間が過ぎてめちゃくちゃ急いでるんですね。で、喋りもめちゃめちゃ早くしないといけないし、もうバスの出発まであと5分とかそんぐらいしかないんですけれども、おそらく所要時間は3分ぐらいになります。ですから動画の導入は、とりあえず京都に着いてから撮ることにしてですね、本日はとりあえず京都に行くという、その前提をお話しするということになっております。やっと着きました。東京駅の梶橋駐車場です。こちら下に高速道路が走っていまして、本当はあそこを渡らなければこちらの乗り場に行けないんですけれども、とりあえず動画を撮るのはこの中はまずいだろうということで、ここで撮ってるんですが、この周りにもですね、もういろんなこれから夜行バスに乗るであろう方々はですね、準備を待っているということになっております。そちら待合所があるんですけど、確か発車の20分前ぐらいにならないと入れないということで、コロナウイルスによる人数制限、入場制限がなされています。あちら新幹線が出てきますね。それでは私もちょっと乗りに行こうと思います。結構ギリギリですかね。はい、まず最初の夜行バスの休憩地点は足柄サービスエリアでした。多分基本的に夜行バスっていうのは大体この足柄で休憩すると思います。昼とか晴れてる時はですね、富士山が見えて非常に綺麗ですよ。私が乗ったのはこの杉崎高速バスなんですが、このバスの正面撮影される際にはですね、車の往来に注意しましょう。2回目の休憩は浜松でした。だいぶ雨が降ってますね。でこれ誰も読まないと思うんですけれども、シートベルト着用しないと高速道路で約9倍、一般道路で約14倍命の危険性が高まります。これバスの、ね、前の座席のポケットに入ってました。で3回目の休憩がこの土山でしたね。土山サービスエリアです。可愛いタヌキがお出迎え。これ滋賀県の甲賀市にあるということですね。今日こういうなんか忍者とかタヌキとかそういうなんか焼き物とか、ね、非常に大々的に売り出していました。はい、ようやく京都駅に着きました。京都駅の表示はこれか、京都駅書いてありますね。私の乗ってきたバスは大阪方面に行くそうで、京都で降りたお客さんはそんなにいなかったですね。本日どういう動画を撮るかって話なんですけれども、私の1日をご紹介しようと思います。私の1日って言っても出張みたいなもんで結構バタバタしてて忙しいんですけれども、どういう風に一日を過ごすかっていうのをご紹介しようと思います。かなりイレギュラーな一日です。はい、東本願寺にやってきました。こちらはですね、京都タワーからだいたい歩いて5分ぐらいなんですけれども、こちらめちゃくちゃ立派ですよね。これ護衛道門というそうで、国指定の重要文化財です。正面21メートル、側面13メートル、高さ27メートル。1911年から空襲とかで焼けてないでこのまま残ってるんですかね。じゃあ京都に来ると必ずこの東本願寺にやってきます。そもそもなんで今日京都に来たかというと、この後大和西大寺駅に行くんですよ。で、一昨日安倍首相が山上徹也容疑者にですね殺害されまして、それでその現場を見に行こうという話になったんですけれども、自分の中で、ただね、奈良までバスで行くと高いんです。やっぱり京都まで行くのと本数少ないんで、やっぱ需要が少ないと料金引き上げて対応しないとバス会社ってのは採算合わないわけじゃないですか。だから一旦京都まで来て電車で行った方が安いってことになりまして、そのついでに京都駅の動画を撮っていたんですけれども、かなり充電が怪しくなっておりまして、それだったら東本願寺に来てその間は充電しておいて、その後に動画撮ればいいんじゃないかなということで、結構ね20分ぐらい東本願寺にいたのかな、20分ぐらい東本願寺にいてまた京都駅に戻っております。あれ、最初に東本願寺に来た時、別に宗教とか何も信じておりませんから、宗教とか何も信じないっていうとなんか生き方が宗教なんだとかいう人は現れると思うんでやめときますが、とにかく別に宗教的意図が来て別に東本願寺に来たわけではなくてですね、最初に夜行バスで来た時
まあ、近くに東本願寺っていうのがあるってのを知って、まあ、どうも歩いてきたらめちゃくちゃ綺麗だったんで、京都に来るたびにこの東本願寺に来てるというだけであって、別に何の宗教的意図もないんで、まあ、そこはご了承ください。お、コイがいますね。人間が来たから餌をもらえると思ってやってきました。そんなに世間甘くないからな、自分で金を稼がなくちゃいけないっていう現実をね、こいつらには知らしめてやらなければならないんですが、なんかあっちからも寄ってきたな。お前らに食わせるものは何もありません。そもそも自分の飯すら怪しいのに、他のやつに飯を与えてやってる暇なんてないんですよね。この東本願寺の対になっているのはですね、ここをずっと歩いてきたあるんですけれども、まあ、結構駅から遠いです。西本願寺というところがあります。そちらはですね、世界文化遺産なんですが、なぜかこの東本願寺はね、世界文化遺産になってないんですよ。日曜日だから通勤のお客さんで賑わうってこともないだろうし、新幹線まだ6時ちょっと過ぎですからね、ぞろぞろと人が降りてやってくるってことはないんで、かなりゆったりと観光ができました。なんか、まあ、疲れてるのはわかるんですけど、夜行バス乗ってきて、あの京都の地下街でただゆったりして時間潰してスマホ見てるってのは、まあ、なかなかもったいないなっていう気がしますね。もちろんあそこから家に帰るっていう人いらっしゃるんですが、当然そうでない人もいるわけで、観光目的の人いるじゃないですか。それだったらね、こういう東本願寺とかそういうところに行ってみたらいいんじゃないかと思うんですけれどもね、まあ、それはまあ人それぞれの価値観ありますから、まあ、なかなか一概に言えないところではあります。とりあえずこの後ですね、京都駅の紹介の先ほど取れなかった部分を取って、まあ、それでもう近鉄で大和西大寺に行ってしまおうと思っております。でこちらが京都駅で、これ直結なのかわかんないんですけど、ホテルグランビア京都ってのありますね。あと京都劇場なんかもあるみたいです。さて京都駅の撮影が終わりまして、やってきたのは近鉄の京都駅ですね。切符を購入、大和西大寺駅まで京都から570円で行きます。大和西大寺行きの電車ってのは結構多くありますんで、というか京都からの大和西大寺行きはほとんどだと思うんですが、乗り換えなしで行けます。で京都駅発車して進行方向を右側にですね、すぐこの東寺、世界遺産の東寺が見えてきます。五重の塔ですね。電車の中では新型の観光特急青によしの宣伝をしていました。これね、乗って動画作ってみたいですね。結構ツイッターのフォロワーさんによると、なかなか予約取るのは難しいみたいですね。それでは私の一日、とりあえず京都編はこれで終わりで、次は奈良編でお会いいたしましょう。それではさよなら。ご検討お願いいたします。